盆栽師の平尾正史です。平尾正史、あなたを平成25年度文化庁文化交流審査します。平成25年5月25日、文化庁。まあ、正直申しますと、光栄だとか大変名誉のあることだって重々分かっていることなんですけれども、僕今日まではドッキリかと思ってたんですよ、正直。でも賞状いただいて、ようやく実感が湧いてきたというか、これから頑張れるなというそういう思いです。活動内容としましては、イベント等で行う、デモンストレーション、これは、だいたい2時間とか3時間ぐらいの間に、1個の作品、盆栽の作品を作り上げるという、あともう一つはワークショップ、まあ、簡単に言うと教室ですね。皆さん、持ち込みの盆栽をどういうふうに今後、作っていくのか、あとは問題点、改善点等々をお話しして、それで、まあ、それは時間が許す限り、皆様の要望を聞いてあげるという、そういった形の活動です。あともう一つは、イタリアの方で予定していることなんですけれども、ギャラリー展示を企画しておりまして、盆栽と何か他の、アートとコラボレーションした何か面白い展示ができる、そういうふうに活動しています。僕も気がついたらもう大好きになってたっていうぐらいのことですので。子供の頃から盆栽が好きだった？いや、実家は材木業で木切ってる方なんで、僕は育てる方になったのはなんでなのかって自分でも思うんですけれども、まあ偶然自分が何か欲してた時に見つけたのが盆栽だって、まさかそれが、本当に天職だったなっていう、ただそれだけですね。僕からすると、まあ私は職人ですので、難しさですよ、どこまで行っても終わりがない、時間性がないし、あとは、まあいろいろ木から学ぶことの方が多いので、僕はもう人と木に作られてるような人間ですので、その大半は木から教えてもらったことが多いから、僕は盆栽が好きですね。でもそれを言われると重たい気がするんですけれども、まあそうですね、まあもう正直にまっすぐにやるっていうことしか僕は言いようがありませんけれども、それで、まあ、こういうふうに熱意持って侍みたいな人間がいるんだなと、そういうふうに思われれば、あんまりしょって立つとか言われるとちょっとプレッシャーに弱いので